はいどうも、バーチャル水のアイメロンです。本日より一気当選エクストラバースト初コラボイベントということで、戦乱神楽忍びマスターとのコラボイベント戦乱開港忍び合戦が始まりました。はい、そして新イベントが来たということは当然新ガチャも来ておりますと、今までだいたい1週間ごとに新ガチャ来てて、まあ、正直それでも頻度高いなって思ってたんですけれども、まあ、ついに中3日で新キャラ投入というね、ほんとつい先日200万人記念ガチャ回したばかりなんですけど、ほんとどこまでこの間隔短くなっていくのか恐ろしい限りではあるんですけれども、しかしまあ今回初コラボイベントなんでね、頑張らせていただきましたと。はい、流玉見てください。今回流玉1万個ご用意させていただきました。この1万個でね、今回ガチャ回していこうと思っていたのですが、先ほど確認したらこの新イベント開催に伴って、限定パックも更新されておりましたと。はい、これですね、この豪華1万円のパックが2つも追加されておりましたと。なんでね、今回さらに流玉1万個に加えてこの1万円のパックを2つ追加で購入していきたいと思います。でちょっと買ってきます。はい、購入完了しました。ということで流玉合計2万個これでだいたい130連かな130連できるので、この130連以内でイベントキャラ今回の狙っていきたいと思います。ではガチャ画面へ行きますか。ガチャこれですね、鎮魂の夢ガチャで、戦乱神楽、まあ、パチンコでちょっとだけ打ったことあるんですけど、正直キャラとか全然わかんないんですけど、まあ、わかんなかったんで、まあ、ちょっとだけ調べました、ウィッキで。このキャラが、これで、ユミと読むそうです。雪泉で。はい。はい、ではキャラ詳細見ていきましょう。まず、ユミから。ユミは水属性の中衛で、スキルが忍法雪舞牛流、25秒間味方一人の余ダメを 30% 上昇する。 30% 強いですね。追加効果で全ての敵に威力 50% の水属性補給を行う。はい、次忍法雪舞清流、敵一体に威力 42% の水属性補給を3回行う。追加効果で15秒間自身の余ダメを 20% 上昇する。はい、次忍法下袖浜流、次一体威力 115% 水属性攻撃を2回行う。はい、でエクストラバースト、秘伝忍法樹氷戦かな、すべての敵に威力 160% の、水属性攻撃を5回行う。追加効果で20秒間、パーティーの余ダメを 30% 上昇する。ということで、めちゃくちゃ強いですね、これ。30% 上昇。20秒間、しかも。正直、水属性のアタッカーって優秀なのもいっぱいいるんで、スタメンに入れるか、怪しかったんですけど、この、スキルなら、これ、水流の本作の、アメの座を奪うかもしれないですね。それぐらい強いですね。さらにパーティーへのバフ効果が高いんで、めちゃくちゃ強いですね、多分このキャラ。はい、でもう一体のキャラ、こっちが SR の、夜桜ということで、異属性の前衛、スキルが忍法
これなんだっけ、マスラメっていうのだっけ、さっき言ってたし、わかんなかったら調べた。マスラメかな焦点。敵地内に力 110% の持続性攻撃を一回行う。次、インフォ第一撃進。自身の HP を回復する。回復量は使用者の回復力の 50% となる。追加効果で敵対に威力 125% の必殺攻撃を一回行う。はい。次、忍法、桜満開。敵対に威力 175% の必殺攻撃を3回行う。で、追加効果で15秒間自身の火ダメを 50% 提供する。はい。で、あ、エクストラバーストもあるね。エクストラバーストが、秘伝忍法、極楽千手剣。すべての敵に威力 50% の属性攻撃を8回行う。追加効果で20秒間すべてのパーティーの火ダメを 15% 軽減すると。はい。こっちも SR にしてはかなり性能高そうですね。健康みたいなパーティーの単体攻撃引き受けるスキルがないんで、ちょっと防御的には弱いかもしれないですけど。ただまあデフォルトでも前衛に 50% で単体攻撃いくんで。で、自身の防御力だったり、回復も持ってるんで、まあ、結構長生きできるタンクになるんじゃないか。多分、火属性タンク自分一個持ってないんで、SSR。これはもう、どっちもすごい欲しいですね。どっちも欲しい、今回は。はい。ということで、かなり、どちらも優秀なキャラが揃っているということで。では、そろそろ本番のガチャ、回していきたいと思います。はい。では、やっていきましょう。まず、1回目。GO! 最初で出ちゃってもいいですよ。まあ、ローディングがなかったんで、一回目はダメと。人事を尽くして、天命を待つ。はい。広白で、SR が2個と。さあ、スキップ出てるんで、まあ、イベント、夜桜も出てなさそうなんで、飛ばしまーす。え？スタンプカード。あ、なんかスタンプ集めると、アイテムが、もらえるのかな？はい。まあ、回していきますか。はい。では2回目。5、10回回せばだから夜桜はもらえると。最悪引けなくて。お？これは？どっちだ？ローディングか？バグか？ローディングっぽいけど。人事を尽くして天命を待つ。うん、ない、何も。あ、でも出てる。さあ、新キャラであることは間違いないけど、振り抜けてなければ、はい、どうせね。お菓子金融、あ、金融。次！これは来たんじゃないか？来た !2 回目早かった！私の正義、お見せいたしましょう。オッケー、今回も早く出てくれた。ただ SR も欲しいんだよなぁ。来たー !SR も出てるー。こっちも強いっすよねー。よかったー。2回で両方出た。お、さらに2体目。オッケーオッケーオッケー。よし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 。3体マジか。これは神撃と言っていいのでは？だからあんなローディング長かったのか。先生にとって正義とは、善とはいかなるものなのでしょうか。全力でお相手させていただきますよ。完封も結構豪華だな。まあでも、いや、ここでやめとこうかな。いやもう十分でしょう。両方出たし。オッケー。やったー。なんかすごい流力、気合入れて用意したけど。いや、なんとか無事2回で
してましたね。で、また後半も多分、今回もあると思うんで、そっちが、あれだろ、4毛になるのかな？多分4毛の SSR が後半出てくると思うんで、まあ、残りの流力、残りの流力はそっちで回していきたいと思います。はい。ってことで今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイ。